どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとじゃん、いつも登場してくださいますハニーさんです。こんにちは、ありがとうございます。はい、ということで夫婦でセッション動画、これもシリーズ化になってますからね。このシリーズ化になってるやつ、ここにリンク貼っておきましょう。もう結構20曲ぐらい溜まってるんで ね、夫婦でセッションするとまた楽しい。仲間とかね、家族でやるとね、また楽しいで、ね、一人ではできないアンサンブルっていうのはできるんでね、これがまた面白い。今日は時期も時期です。今日はね、2020年12月20日ですから、もうちょっとで、ね、せーの、クリスマス。はい、今日はクリスマス大特集、メドレーでやってみようと思っちゃってるんだよ ね。これはね、もう僕らもちょっとね、大丈夫かなと思いながら今から演奏しようと思うんですけど、ね、やる曲はジングルベルと赤鼻のトナカイさんと、アワテンボーのサンタクロースと、ちょっと、インターバルを置いて、キヨシこの夜、うん。これね、キヨシこの夜以外もつなげてやっちゃうと思って、うん、こういうのも盛り上がるんですよ。パーティーで、ぜひご参考までに。で、そうドキドキで、ね、最後までできるかな、みたいな、ね。はい。で、いろんな弾き方、それぞれのレベルに合わせていいと思うんですけど、うん、まあ今回は僕たちは、ルンルンビートの8ビートみたいな感じで、こうシャキシャキ感、あの、ベルもね、使おうかなと。これベル、ハンドベル、これを使ってやっていこうと思います。はい。そんな感じでちょっとうまくいくといいんですけどね。はい。で、ウクレレって面白そうだな。私にもできるかな、やってみたいという方、ここにリンク貼っておきますよ。誰でもウクレレすぐにできるプログラムなんで、今から始めてもクリスマスイブ、あと3回をかかれば間に合っちゃいますから、ぜひお願いします。それではですね、2人で夫婦でセッションちょっとやってみようと思いますけど、今日ちょっとね、うん、メドレーバージョンなんで ね、いつになくこうドキドキしてる、ね、途中で間違えると3回やり直しになっちゃうんで、ちょっとドキドキしながらもやっていきようと思います。はい、クリスマスメドレーですね。うん、はい。じゃあ行きますよ。はい、2人でクリスマスメドレーやってみる。やばいな。ワンワンツーワンツースリー。
やってみると長かったんですね。なかなかこう面白いですよ。達成感あります。ぜひ皆さん今のね、ねもちろん4つ引きでもね、全然これ楽しめると思うんで。つなげると盛り上がる、ね。つながりがいいんですよ。うん、こう一個ずつ切るのもいいんだけど、うん、やっぱりでも、やっぱり一番盛り上がるのは、いつもの話するとね、ジングルベルの、ヘイと、うん、ウーと、うん、オーレイ。これが盛り上がるやつです。はい、でここで盛り上がったら、まあ、まあパーティーですからね、うん、次はちょっと落ち着いた曲もいいかなということで、はい、この流れで、ね、清志この夜もねやっちゃいますよ。清志この夜、これをねちょっとこう背筋を伸ばす感じでやってみてます。これ3拍子の曲ですからね。じゃあよろしいですか。はい、行ってみましょう。ワン・ツー・スリー。ワン・ツー・スリー。清志ぜひ皆さん、クリスマスソングって、これ今やった曲ね、あのね、慌てんぼのサンタクロースはちょっと難しいけど、あとは入門コード3つとか4つでできるわけだから。あ、3つか、3つかな、あ、4つか、4つか、4つださ、キヨシこの夜とか、そう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 、だからとにかくでも入門コードできるんだよね。だからクリスマスソングは簡単にできる。今のはちょっといろんな弾き方したけど、4つ弾きでね、ジングルベル、ジングルベル、これだったらね、もう今からでも、そうだね、クリスマスイブ、クリスマス間に合うよ、うん、はい、こういう歌っていきましょう。ちなみに今日ハニーが使ってたこのウクレレ、はい、これガズの初めてウクレレですよ。2020年12月20日の正午にこれ販売、再販売開始になったんで、これめちゃくちゃいいですよ。皆さん今日音聞いてくれるでしょ。でこっちのわがままウクレレの方も今ね事前予約注文受け付けてますんで、ここにリンク貼っておきます。ここでこのウクレレのこと2つの情報ゲットしてくださいね。そういうわけでね、夫婦でセッション、あ、そうだ、概要欄に今日やった曲のレッスン動画貼っておきますんで、あとねクリスマスの曲いろんな混ざってるやつ、ここに貼っておきます。こうクリスマスとウクレレめちゃくちゃ相性がいいんで楽しんでいきましょう。そんなこんなんでね、もうガズレレのホームページ見てもらうといっぱいやってるんでね、とにかく見てください。このストラップとかキャップとかね、 T シャツとかなんかいろいろ他にもグッズもありますんで、はい、ウクレレ以外のこともいっぱいあります。はい、あー、なんか楽しかったけどすげえ集中したね。すごい集中、メドレーは結構ね緊張感、緊張感あった。楽しかったです。はい、皆さんもクリスマスウクレレと音楽でめちゃくちゃ楽しんで、クリスマスパーティー、お家でホームパーティーしていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう、さよなら。